の皆さんこんにちは。紹介していただきました社民党参議院議員福島みずほです。今日も参議院の安保法制特別委員会テレビに集中で安倍総理を呼んで質問をしております。全く答えられないですよ。こんな形でこんな形で戦争などやってはいけない。皆さんどうでしょうか。こんなずさんな法案、しかも答えられない、こんな形で絶対に成立させてはならないと思っています。私も今日夕方この特別委員会で質問をするので申し訳ありませんが話をした後戻ります。でもあの国会の中で力を振り絞って皆さんたちと一緒に戦っていきます。どうか応援をしてください。そして先ほど大門さんからもありました、今日は総理にの集中、そして明日は中央公聴会です。6人なし公聴人が来て、シールズの奥田亜紀さんも公聴人として話をします。若い人たちの反対の声を国会議員に伝えてほしい、そう思っています。そしてあさって水曜日は地方公聴会、新横浜の品川プリンスホテル1時から3時半、まさにそこで地方公聴会が行われます。私もそこで質問をいたします。そしてそこまでしかまだ決まっておりません。みんなのみんなの応援で中央公聴会の後地方公聴会を入れることができました。皆さん衆議院では2回参考人質疑をやっています。参議院では1回しかやっておりません。野党の質問時間もまだまだ足りない。もっともっともっと議論をすべき。連休中だって論議してもいいじゃないですか。採決などする状況ではありません。どうかどうか皆さん、採決などありえない、採決などする状況ではない、その声を大きく広げて、とにかく今国会廃案に追い込んでいく、そのために全力を挙げていきたい、そう思っています。いてもなくてもいられないというかですね、この法案、他国で日本が攻められてないのに他国の領域で日本が武力行使をする中身です。戦後初めて日本の政府が若者に対して人を殺せと、他国で人を殺せと命ずることをどんなことがあっても許してはなりません。そしてもう一つ、後方支援という中身も絶対にダメです。弾薬は提供する、発進する戦闘機に給油する、整備する、今まで憲法上できなかったとされてきた駆けつけ警護も含めて戦争の一体となって戦う中身ではないでしょうか。どこまでもどこまでも集団的自衛権の行使につながる、こんな法案廃案しかありません。皆さん、憲法違反と最高裁元長官も憲法学者たちも弁護士会もみんなみんな言っています。私は憲法が憲法でなくなる、そんな社会を作ってはならない、そう思っています。憲法が憲法でなくなったら国会は何を基準に法律を作るんでしょうか。裁判所は何を基準に判決を出すんでしょうか。行政は何を基準に行政をやるんでしょうか。憲法が憲法でなくなる、憲法を踏みにじる、憲法尊重擁護義務を尽くさない、憲法が憲法だとわからない、そんな安倍総理には退陣してもらおうではありませんか。皆さん、戦争は嘘と捏造から始まる。流浄工事件、トンキンマン事件、イラク戦争、自衛のためと言いながら泥沼の侵略戦争です。それに日本は一緒に戦い、殺人の共同正犯、共犯など絶対にしてはなりません。機密保護法が成立をいたしました。機密保護法は国会の中で情報を明らかにしない、特定秘密だ、そんな役割を担っていくでしょう。中谷防衛大臣は機密保護法の適用があり得る、そう言いました。
主権者である国民に何の説明もせず民主主義を踏みにじり戦争へ行くことを民主主義の力で食い止めていこうではありませんか。私は戦争法案と言ったら削除要求を受けました。でも自民党の理事はこう言ったんですよ。戦争法案という法案はありません。ところで戦争につながる法、戦争関連法ではいかがでしょうかと本当に言ったんですよ。でも戦争関連法、戦争につながる法だって戦争法案ではないでしょうか。私たちは戦争下請け法案、戦争関連法案、戦争につながる法案、とにかく戦争する戦争法案に断固反対し、どんなことがあっても廃案を勝ち取っていきましょう。1時間、1時間、1分、1分でも国民が、市民が、みんなが声を上げることで私たちは未来を作ることができます。安倍総理が作ろうと思っているのと全く違う未来を私たち市民で作っていこうではありませんか。どうか皆さん、廃案、廃案しかありません。声を上げて、とにかく、とにかく最後まで廃案目指して頑張っていきましょう。私も委員会で、そしてそこであらゆる場面で社民党を頑張る、他党と連携して頑張る、そのことをお誓い申し上げ、皆さんの心